病院や介護施設などを運営する七尾市の社会医療法人が勤続20年を迎える職員を慰労するため、昨日オンラインでイタリアツアーを実施しました。七尾市にある介護老人保健施設和光園、施設の職員が準備しているのはイタリア風の料理が並ぶ豪華なお弁当です。和光園や慶寿総合病院を運営する社会医療法人東泉会は、例年勤続20年を迎えた職員に感謝と慰労を兼ねた一泊の研修を行っていましたが、去年はコロナ禍で中止になりました。今年は去年参加できなかった職員と、今年勤続20年を迎える職員などを対象にオンラインのイタリアツアーを企画しました。乾杯。職員は施設や自宅から参加しました。現地のツアーガイドがイタリアのローマとフィレンツェを巡り、街の様子をリアルタイムで案内してくれます。これがローマです。永遠の都のローマ、ローマの旧市街全体がユネスコの世界文化遺産にしているので、ハイヤーであったり参加者は料理と一緒にイタリアツアーを楽しんでいました。初めての参加で、もう決まった時からもうドキドキでした。お食事の方もね、洋食なんですけどね、ちょっと辛口っていうか、はい、ね、とても美味しいですけども、まあ、初めてのことですから、はい、今後もこんなオンラインツアーをね、計画して、ね、進んでください。ありがとうございます。コロナ禍により様々な形のツアーが生まれています。